皆様、はじかれるです体の動かし方を研究するお時間になりましたどうぞよろしくお願いいたしますこちらが欧米人のバックビートそして日本人のバックビートですバックビートの説明に重心という言葉を使われる方も多いですがその移動を受け止める大地の要素が欠けています エネルギーをビートに転化させるインパクトの場がなければ物理的にも感覚的にもリズムは生まれませんですから僕はバックビートを歩行によって解説します ブラックミュージックに造形の深い人々の間で、あるいはそれを演奏するプレイヤーたちの間で、日本人のリズム感は本当のバックビートと違うという見解があります。表面は裏打ちなんだけど、リズムの根底は表打ちのまんまという話であり、多くの人にとってはどうでもいいことですが、一般の人にでもわかる違いがあることは確かです。 日本人と欧米人のバックビートその違いは一拍目の動作に集約されます映像を見てください双方ともに2・4の裏拍で足をつくことは同じです1・3の表拍が片足立ちになることも同じですしかしそのバイオメカニクスは全く違います欧米人は上体を先行させ 日本人は足を先行させるのです。欧米人は体の重心を裏拍という着地点の上にまず持ち出しています対する日本人は体を支える土台を先に裏拍にセットしようとしているわけですこの違いが生む効果は非常に興味深い結果となります欧米人は上体を前に倒していきますから やがては重心を外すとどうなるかというと倒れますものの倒れる仕組みそれは視点というバランスの範囲から重心が外にはみ出ることです倒れ込む自分を支える新たな着地 その瞬間が裏迫です視点と重心が重力にまっすぐ揃うことその荷重が落下のエネルギーと相まってののインパクトを生むのですこの欧米式な歩みの要となるフィジカルは重心を外す寸前の姿勢ですここが弱く崩れてしまうとタイミングも状態もバラバラになってしまいます 裏枠に乗せる重心の加速や重たさも、この瞬間の姿勢が生み出す位置エネルギーによって多様に調整されるのです。重心を支点よりも前にキープし続けると回転して転がります。ローリングストーンズです。ロックンロールの命、バックビートの原理がバンド名の由来と解釈しました。 日本人の表拍はどうですかというと片足を出しながらも体は後ろ足の視点の上にあってバランスを保っていますこの安定感安泰感こそが13拍目を重長く感じさせる正体です表拍の上に安定していることで重心移動がなくエネルギーは生まれませんさらに2拍目では 前足を着地してもまだそこに重心を届かせることができていません後ろ足に荷重が残っているからですですので欧米人のようなインパクトは生まれないのですがそれでも作為的に裏拍を強調したくて地面を踏みつけると落とすべき重心は逆に跳ね上がるという力学が発生します乗り込みと押し込み または加速とブレーキという対照的なベクトルです和製バックビートの一小節を僕が表すならばタンタタタタンンッッです主要4拍に加えたワンポイントは裏拍のあとでやっと揃う荷重のタイミングを示します対する欧米人の一小節はタッタタン たたんで、主要4拍に加えたワンポイントはもちろん重心を前に外す瞬間です。 YouTube ではプロはマ多くのミュージシャンたちがバックビートってこうなんですよを解説しています。その内容は大体いい一緒で、口真似で日本人はドッパンドッパン、本物はドッパンドッパンとやり、表拍の感覚をそのまま裏拍に捉え直せばいいというアドバイスに結論します。そして、 そうやって明快になったはずのバックビートが実際にその人の模範演奏となるとやっぱりなんだか日本人っぽいというか2、4を強く強調した以外に何が違うのか正直わからないそんなパターンになんだか諦めモードだったのではないでしょうかそんな中でただ一人だけ本物の音と同じ音を出していて びっくりさせられたのが松村隆さんですジャズ発祥の地として有名なアメリカニューオーリンズのバーボンストリートでギタリストとして長年プロ活動していたんだそうです日本のテレビ番組でその様子をドキュメンタリーされたこともあります僕もバーボンストリート行ったことあります1996年にグレーハウンドでアメリカを回った時です 松村さんが渡ったのは2000年ということなので同じ日にあそこにいたということにはなりませんでしたその松村さんは今日本にいて関西弁で和製バックビートをひたすら辛口批判するという見た目純和風なおっちゃんなのですがただその演奏には腰を抜かしました是非とも僕の解説を踏まえて松村さんの演奏をお聴きください バックビートの魔法は黒人の見た目によるプラセボ効果ではないことを証明してくれましたギターだけでなくハーモニカがまたマジでやばかったですこのブルースハープが僕はずっと聴きたかったんです音の向こうには黒とベージュの神秘的なコントラストをした手指しか浮かびませんこんな演奏ができる日本人がいたことに驚きですこの動画は 日本バックビート振興会松村会長のバックビート解説を理論的に補完できるのは僕しかいないというモチベーションでスタートしましたバックビートの話で拍のタイミングが微妙にずれているという解析もよく聞かれますぴったり正確にメトロノームのようなリズムを刻むとノリは生まれない やつらは食ったりためたりしてリズムをグルーブさせているのだという見解で例えば1拍目を少し早く打つとか2拍目を少し遅くするとかさまざまな試みが広く行われてきました。シンコペーションではなく楽譜に対してちょっと早くちょっと遅くというような微調整はリズムを直線上の点の場所に捉えてしまって 物理的な経過を見過ごしてしまいます。このリズムを実際に体で打ち出そうとしたならば、その不自然で人工的な一点のために、体をさらに安定させる必要が出てきます。針に糸を通そうとしたら、立って歩かず座るでしょう。熱いお風呂に片足を差し出すように、体はますます交代して後ろに留まります。 和製バックビートの助長です。ポケットに放物線のノーバウンドでホールインしたいのに、現実は近くまでにじり寄って小手先で落とす。インチキに甘んじるわけです。バックビートにおけるリズムの雰囲気やうねりは、重心の外し方次第でいかようにも変化します。ブラックミュージックに派生する多彩なジャンルは、 この物理に従う肉体的でシンプルな操作によるものと思います。ファンクに限らず、欧米の楽曲で一拍目に強いアクセントを持つものも多々あります。しかし、体を乗せてみると、やっぱり純度100%のバックビートです。なぜなら、一拍目のアクセントに関係なく、欧米人はすでにそこから立ち去っています。 我々日本人でもバラックミュージックの中に入れば一拍目に体を留めることができません。抵抗はできますが自然にすれば状態を前に押し出されてしまいます。そして着地の後、その2、4の後には上昇する空間しかありません。レールを滑るジェットコースターと同じです。つまり 我々もバックビートを体験することはできるのです。耳と体はその感覚を知っています。だから、体現できていない和製バックビートに、誰しも本物との違和感を感じてしまうのです。最後に興味深い写真をご覧に入れます。日本の安倍元総理、岸田元総理と歴代アメリカ大統領のツーショット写真で、 実はこれは別動画のネタなのですが、バックビートの参考写真としてもうってつけでした。日本人の足出し歩きに対して、欧米人の状態から先行させる歩き方。バックビートの見分け方。一拍目の感覚。足から出しやすく、状態はブロックされている感じなら、和製バックビート。胸からダイブできて、後ろ過重にしにくいなら、リアルバックビート。 その根拠が日米首脳会談の一コマにも証明されています。お時間があれば歩く写真を検索してみてください。ほとんどの確率で日本と欧米はこの足の姿勢に分かれます。僕が今回バックビートを黒人やアメリカ人に限定せず欧米人に広げたのはこの理由です。バックビートと歩行の話が混在してすみませんでした。演奏の時、 誰も歩き出すわけではありませんがリズムの軌道は同じという前提で解説をさせていただきました楽器を構える楽器の前に座る演奏者のその姿勢を見れば技巧のレベルに関係なくその人のリズムの軌道はすでに見て取れると感じますご視聴ありがとうございました